どうも。わあ、今ネット悪うち。こんにちは。昨日はありがとうございました。ドットエルフェス新宿まで足を運んでくださったり、配信で楽しかった。マジで超楽しかったんですけど、マジ楽しかったよ。楽しかったね。新宿、東京行ったけんさ、じいちゃんおばあちゃんちできるやんとか思っちゃった。近かったし、結構油そば食べたの知ってるんですか？美味しかった。そう、昨日は終わってからホテルだったんですけど、油そば初、油そばデビューして美味しかった。初めて食べるのにさ、いきなりさ大盛りさ頼んじゃった。そう、私最高かよ、一番最後の最高かよも花さんのポジションでできたの超嬉しくて、もうみんなの中でね、そう、あんまてか多分言ったことなかったけど、いつか花さんのポジションで最高会話踊れる日が来ますようにって思ったの、目標みたいな。コンサートがあると花さんも、花さんがオリジナルで何可愛く可愛い元気に踊ってらっしゃるから。でなんだっけ、この前は花さんの隣のポジだったんですよ。2番目のポジで、それもめっちゃ嬉しくて、そう嬉しかったから、そう楽しかった。マジでめっちゃ汗かいた、マジでめっちゃ汗かいた。いきますよすーのとか言っちゃったりして恥ずかしいわ。なんか帽子かぶってたから。そう、ツインしました。ポニーテールの巻き巻き巻きポニーと昨日のコロンで、で迷ってどうしようと思ってツインにした。そう、こうでした。お話し会行くよ。だってお話し会楽しみ、今週じゃないってか、もうすぐじゃない？すぐだ。そうだよ。あさったし、僕たちは裏切ったのコール講座も出ましたね。リナと最後にアキさんがめっちゃやば。今これもうさ、壁あれなんだけど、一番外側のあれなんだけど、部屋超音する、雨かなんか風か。そう、めっちゃあれもコール講座もめっちゃ汗かいたし、中にあれ本当はね、コール講座
を取るって聞いてなんかないかなと思ったの。そしたら花さんの生誕 T もあったし、タオルもあれ映ってないけどもう一個あったのね、 T 生誕の。でもやっぱ生誕 T 最新のやつ着るかと思って持ってって、そしたら中に着ていいよって言ってくださったから衣装さんが着て、そうで、ペンライトもあれ持参です、2本、私の持参だから、はい1個あげる貸すって言ってリナと1個ずつして、そう難しかった、ちょっとだけ。だからぜひ皆さんたくさん見てたくさん見てね、たくさん見て覚えて、まあ4月のコンサートであるかわかんないけど、もしもあったらたくさん見てね、今日のうちにたくさん見た方がいいと思う。今日のうちにたくさん見て、明日私は出ないけどイベントの方もいるし、うん、楽しかった楽しかった、いろいろ楽しかったな。何があったっけな最近。昨日はあれで、あ、一昨日はさえちゃんとロケに行きました。福岡撮影中のロケ楽しかったよ。もうね、それをマネージャーさんから来た時にやったーと思って楽しみーと思って、そう思って、で楽しいですねーって言ってたの、さえちゃんに。だからだけど休まないでくださいねーって、ずっと元気で、あの熱とか出さないでくださいねって言ってたの。楽しかった。でも朝が鬼早かったで、朝でも半日ぐらいだったのね。だから半日だからやっと長いと思ったのにすぐ終わっちゃった。寂しいか、すぐ終わってさ、なんかね、あっという間に終わっちゃった。マジで早かった。すぐだったよ。そう。でもさ、しかもその前日がさ、めっちゃさ、なんか雷鳴ってさ、全然寝れなかった。で、でもね、違う、なんか寝れなかった。くて、いやもう移動中に寝ようと思ったけど楽しくて、でもさえちゃんが眠いとか言ってたから、えって、そう話しましょうって言って言ってたの。100の質問100もしてないよ、100もしてないよ。あのね、こうやって出そうにしたから、だからなんか動かないでいいやつにしたの。ゲームとかじゃなくて口だけわわわって動いたらできるから、いろいろ聞いた。何聞いたっけな、わあちょっと忘れちゃったけど、でも楽しかった。なんかめっちゃ歌ってる弟が
さん聞いた。で、たくさん話した。楽しかった、楽しかった。マジで、もうさ、本当にすぐだったんだよね。でもさ、帰ってきてみんな爆睡してた。お家帰ってきてめっちゃ寝てて、でもドットエルフェイスの確認もしないといけなかったから、ちょっと変なあれになっちゃった、生活リズムだけど、そう、楽しかったね。昨日も楽しかったし、昨日もホテルで集まったし、何かで、楽しかった。マジで昨日やばかったな。そう、油そば食べたらさ、プラそば食べて、なんか温玉みたいなやつも入ったのよ確か。と、まあ、メンマは多分元から入ってて、何が入ったかちょっと待ってね、見るね。で、美味しくて、それで食べて、大盛り食べて、海苔とかネギとか大盛り食べて、で、また部屋集まっていろいろお話ししてゲームしてしてたらすっごい遅くなってた。そう、マジ楽しかった。そう、楽しいんだよ。でんでんでん、どうしよう、お話し会の服、生誕地いつ着ようかなって思ってるんですけど、どうです？1日目のねえねえ、 ブがさ、ちょっともう一回切れちゃう。1日目の2、3は決めて、571日目、30の579か31のいつだっけな、まあ467とかで、どこで着ようかなって思ってるんですけど、どうですか？いつ来る？1日目も2日目も着る？なんかあれ、ボトムス変えて、ちょっと待って、トゥ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 、あれはいつだっけな、部数が、あ、これってこっちでいいや。ちょっと待ってね、
4と7とか7と4とかにしようかな。1日目の7と2日目の4とか。まあでも来る方、来てくださる方、目が頭の中それだ、そればっか。まあいい感じに、もう服もね何個か決めてるけど、もう服がもっとちゃんと買いに行けばよかったって感じ。どんどん選択肢がなくなっていっちゃう、服のね。全然買ってないんだよね。でもおしとやかな格好っていうかをします。何個か するよ、見てね。もう最近みんなさ、ピンクの服にさハマっちゃってさ、ピンクのトップス、めっちゃピンク多い、多分ほとんどピンクかも。なんか似ててごめんなさいってなっちゃうかもだけど、でもおもろいのも考えてる今。そうリナとこれしようって、本当はそのこの前のクリスマスの時にクリスマスだからおもろいなーってか、冬だからおもろいなーって思ったのを思ったのがあったんだけど、でも何部数とかの関係でできなかったかな、するって。まあ楽しみに。もう終わっちゃったか、申し込み。トゥ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 、ワニ、あそうワニもクリナサンプルジュースのグッズでありますね。ワニになりました。あれめっちゃなんか良かったんだよね、キワコチが。ワニあれだと、あ、待って。福岡撮影中は4月のあれ20言っていいのかな、これ出る日は言っていいのかな。4月のお尻ら辺に出ます、さえちゃんとのロケ。4月26、そうです、4月26です。楽しかったな、マジおもろかった。楽しかった。
もうあっという間だったな。すぐ終わっちゃった。すぐ。早かった。そう。まあお楽しみに。食べたよ。何を食べたかはあれだけど。食べた。美味しかった。マジで早かったと思う、本当に。めっちゃマジであれだったけど、楽しかった。うん、さえちゃん疲れたって。え、疲れたって。元気が出たんじゃないのかな。おる。あれなんですけど。ね、今日から8時までできんの？じゃあ9時だ。今日まで、今日も、今日は、今日、この前もあれだからできんのかな。まあ分かんない。でもさ、いや、いけると思う。行ってみよう。分かんない。8時あと15分。分かんない。でもココハだってできてるじゃん。同い年だけど。でも同い年って言ったらさ、びっくりされるんだけどさ、ココハとね、そんなかな。おでこ広いな私。富士のココハね、富士のココハ。えぐっちゃんは年上です、私より1個上。でもえぐっちゃん4月だからほぼ2個。1年11ヶ月とか。でもさ、ココペとも全然変わんないじゃん。楽しかったな昨日も。でドーナツも買ったんだ。クリスピードーナツだっけ、羽田空港にあるドーナツ絶対買う。最近買う、美味しいから。たくさん買っちゃった。12個買っちゃったおもろいよね。2箱。でもあれだから6人だから1人2個。ちゃんと考えたよ。弟たちは喧嘩になんないように、これはわ、これはこん何個で、わ、多分これは弟好きだから1個一緒の買っとこうとか。はあ、えらいえらい。考えた。でも美味しいよね。温めたら美味しい。レアちゃんに教えてもらった。これはマジで温めた方が美味しいからって言われて、で温めたら本当に美味しい。美味しい、あれ美味しい。
本当に好き。そうだからお姉ちゃんにその買うときに電話して、お姉ちゃん買うけど何がいるって聞いたら、姉ちゃん寝起きだった。そうでもノーマルのやつっていうのが好き、一番結局一番あれが美味しいんじゃないみたいな言ってて、それを多めに買いました。トゥトゥトゥみなさ、いつ最後に配信した？誕生日か。意外と最近。あ、なんかみんな言い忘れてることあるかな。なんかあるかな。あ、そう、チャーハン部の動画も出てます。結構前っていうか、一時前っていうか、いつだっけな。マシュガ？4日前。見ましたか？私は見ました。4日前に出てるよ。そう、ちょっとね、見てほしい。てれれ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 れ。そう、ちょっと塩コショウ入れすぎた。こんぐらいかな。ただしょっぱかった。でも楽しいです、チャーハン部楽しいよ。前に充実してる、腕も上がるし。顧問の先生多分いないから、誰募集中。いや、公園がさ、目撃者全然ないですよね。目撃者4月も頭ないし、ね、目撃不足。もうさ、目撃者がないからさ、多分さ、あのオープニングのコートとかのさ、ボタン閉めのさ、パチパチの腕が下がってる気がするんだけど。パチ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 。でも4月5はそう、ポジドラです。公演舞台もあるし、いろいろあるね、マジで。コンサートもあるし、5月もコンサートもあるし、渋谷でやばいね。でもみんな、ちょっと待って、皆さん、舞台のあれってもう出てるんだ。そう、5月28日コンサート終わってだよね、多分。
賞賛としてやりがいのある衣装、あのね、やりがいのある衣装っていうかね、自分で衣装のこの後ろを開けれるようになりました。開けてってこう何待つっていうか、こう自分でこうやってできるようになった。背中届くようになった。構造っていうか慣れたのかも。足が今冷たい。足の指めっちゃ末端冷え性。そうなったかな。あとはとりあえずコール頑張りますね。だってそう覚えてね、僕たちは裏切った、覚えてね。ね、7期生のやってるみたいで、テレビでやってるみたいで、そう今日はあのそう東京の泊まりだったけど、パパから送られてきて動画がで、家帰っても見たよ。あーそわそわする。なんかどんな子が入ってくるかな。そう私もそうアツデスさんにあれでしたかな、夕飯を食べます。だってマシキモゴよ。ドラマ終わっちゃった。最終回。結構多めに来るのかな。ね、わかんないね。目が今めっちゃシワシワする。ね、すごいね。踊ってた、生きがいがあれだったね、おもろかった。生きがいなんですかってすごかったな。そうね、頑張れって私やばー、みんなさなんて言われんだろうな、マジで想像つかない。みんなダンスうまくてびっくりしちゃったんだけど、すごかった、ダンスうまかった。サクサク踊ってた、めっちゃむずくなってた振りが。渋井さんとかかな、うん、分かったな。渋井さん、なに渋井さんだよ。なんだろうね、なんどなん先輩の後輩から呼ばれるのって何で決まるんだろう。私たち何であれだったかな、ニックネームにさんかも。ニックネームゆいなさん、やっぱマジでゆいなさんやばいね。
ゆゆいなさんは。渋井ちゃんさんでなんかあれじゃない、なんだっけ、 WiiU かなんかの名前をちゃんにしたらゲームのさ、ターン、自分のターンの時に次は何々ちゃんさんの番ですみたいな。なんかそわそわするマジで。どんなかな、どうなんのかな。いやあれも楽しみなんだよね、他の6期生がどんな先輩になるかみたいな、誰と仲良くなんだろうっていう、誰どんな感じ。いいな、おもろいなマジで。おっとか言ってそう。そうじゃない、8時過ぎたんじゃないね。おめでとう、私15歳。どんな感じかな、レアちゃんとかあれだな、おもろいな。レアさん絶対だわ、レアちゃん自分からいかなそう。レアちゃんキャサリンとかもさ、あれな気がするんだよね。カレンレン、カレンレンさん。話しかけなそう。じゃない。ここって誰が話しかけやすいんだろうね、ないからしたら。でもさ今さ同期だからさ、こんな感じっていうか分かる、めっちゃこうふざけたりさするけどさ、あの人見知りする人いそうじゃない、後輩に対して、7期生さんに対して。思うんだけど、先輩やん、おもろ、考えられない、早いね月日が経つの。誰が話しかけやすくなるの、えぐっちゃんとかめっちゃ優しいやれないぞ。なんか寄り添ってそう。先輩になれるかな。じゃない。やばいね。うん。いいな。ゆいなより下。誕生日が2月か3月の子ってことだよね、じゃないしか、ゆいのより下いないってことでしょ。でもほぼみんな年上のってことでしょ。やばいね、でも
だろうね。どうなるんだろう。でみんなもマジ前本当にさ全然知らないからさ、どんくらい来るのかとかも。そうだよね。いいんだね。おもろいよね。リンカとかも人見知りしそうだな。あ、はいとか言ってそう。みんなどうなるかな。自分もどうなるかわかんない。どうかな。人見知りするかな、みんな。なんかさ、するときと全然さ、人見知りなんないときあるんだよね。めっちゃってなるときもあるの。でも店員さんはお店のね、そんなめっちゃさ、わかる、お店のゾーンっていうかあるじゃん。めっちゃお店、いろんなお店、洋服屋さんがある階みたいな、あそこ通るの超緊張する。お店入るのとか、その時の格好がレッスン着とかだってお店入るの超緊張する。一人だったら、でも一人でそんな行かないけど、話しかけられて、はそうですね、はいとは言えるけど、お探しですかとか言われてもってなる。ってでもそれも日によるんだよね。ねえ、すごいよね洋服の店員さんって。外交的だ。好き。そうなんだよね。どうなるかな。楽しみですね。楽しみ楽しみ。まあ服ね。でも最近マジでもめっちゃいろんな服買うようになったかも。めっちゃみんなさ、マジパーカーとかが好きだったのね。もう全部私服のパーカーにズボンとかだったけど、最近はブラウスとかカーディガンとか着るようになった。成長したわ。でも楽なんだよね、パーカー、トレーナーとか T シャツとか。だから今も T シャツにトレーナーだし、はや、もう服決めよう。お姉ちゃんと姉ちゃんと一緒に決めよう。ファッションショーが始まるよ、うちで。このタイミングであきさんのストーリーなんだ、なんかさっきでも通知が来てたんだよね、メンションされましたみたいな。見てみよう。
あれじゃん、広告じゃなくて。楽しかったな、あれだったんだよね、みんなたち、みんなとりなリズム打つ時のさ、これペンライト振るリズム下手くそすぎて、あきさんが前でやってくださったから、テーテレテーテレテーテーテそうよ。じゃあそろそろ終わろうかな。ご飯を食べます。なんか髪の毛がパサパサしてる。じゃあランキング読みます。あー13位パスダメンタルさん、12位森尾さん、11位がレレレさん、10位がゆゆさん、9位が石田さん、8位がムックさん、7位がカゾーさん、6位がクジマスさん、5位がヤスさん、4位がアスカさん、3位がサセボのてちゃんさん、2位がテルさん、1位がビーバーさんです。ありがとうございます。パチ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 。じゃあ今週末現地のお話し会で会える方また会いましょう。来れないよって方も、申し込みしてなかったって方は、申し込みしてないって感じだけど、また見に来てください。バイバーイ、おやすみなさい。はい、おやすみ、あれ、バイバーイ。